皆さん、松永です。後ろに見える建物がアースオーシャンアンドサイエンスの建物で、私がお世話になっているところです。今現在この新しいビルを建設中なんですが、夏休み明けには、完全に完成するそうです。で、今この私のオフィススペースはこの裏手にある、建物の1階にあります。また、おいおいそういったレポートができればというふうに思っています。で、この通り沿いにいろいろな施設が整ってまして、農学部とか、サステナブルディベロップメントの、ものとかいろいろありますが、こちらの方で目を引くのはこのバイオダイバーシティ、ミュージアムというものがあります。で、こちらでは、明後日の水曜日の午後ですけども、北極ですね、極域に関する、特別セミナー、また写真を載せますが、展開されることになっています。で、学内には専用の劇場等もありますので、またその辺もおいおいレポートできたらというふうに思っています。大学の教育施設と研究施設、大学院生と学部生との連携、そして博物館といったような形に、いろいろなものが、なんかいい感じに、融合しているというのがブリティッシュコロンビアの、印象です。